赤羽四郎から1910年1月28日は幕末の藍津藩士で明治時代の外交官、日露戦争時のスペイン公使。赤羽四郎の墓父は藍津藩大旗奉行、赤羽昭三郎。赤羽家は過六三百五十国の上級藩士であった。藩高日進官に学び、母親戦争では藍津若松城に籠城して戦った。 藩の幸福後稲わしろで謹慎していたが、同年輩の山川健次郎、柴次郎、高木森之助らと謹慎賞を脱走。若松城下に赴き、新政府軍に藩主婦氏の除名単元を行っている。後都南藩英学塾、ついで沼森和が土佐藩藩邸に設けた塾で英学を学んだ。百七十二年アメリカに留学し、エール大学に学び、 帰国後は、東京大学予備門三等教諭、訓導を務めた。1880年外務所規制となり、以後外交官として歩む。ドイツ、ロシア、アメリカに在勤し、1892年外務大臣秘書官となる。公使官一等書期官を経て、便利公使として、オランダに中東し、1900年には、新国北京駐在特命全権公使に補いされ、 外務省参事官を兼務している。1902年にはスペイン国王神聖式に特派大使として参列した。北新寺編では特命全権公使として活躍し、日露戦争においてはスペイン公使としてバルチック艦隊の同性を放置する功績があり、君二等を授けられている。藍津若松市の全流寺に墓所がある。の十三位。赤羽は、 東京大学予備門で教職にあった際、カンニングをしている生徒の背中を叩き、一声かけたのみで問題にしなかった。このため生徒に人気があったという、ありがとうございます。